あとは封印するだけぞ。こわっ、くやっ、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だが、せっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど、輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか、今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。いいだろう、雑談。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツ。けど、輪廻転生の術。やっとまともに戦え。やはりこの体で負ける。血湧き肉をもってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術着火か。簡単に扱えそうだ。マダラ、何を狙って。柱に。かつて内派の石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言った。内派と戦術、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする。そういう捉え方もできやしないか。か、まずい。奴が次に狙うのは。さあ、次はお前ら。を狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美術化しろ。今は無理だ。クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。感謝しなければならないな。まさかお前、ヤガトの時の術を小人に。まあ、それも俺の計画のうちだった。さて、そろそろお前には眠ってもらおう。美獣もろともだ。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。今だ。おかしめろ。
ってきている。もちろんこれで少しは楽しくなる。打ち寄せの術。あいつ準備の抜け殻じゃねえか。左目はまだ。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。そのまま見ておけ。陰謀変動く。何かしてくるかもしれねえ。注意し。な、何しやがった。さて。檻に戻れ畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。これで全ての比重が揃ったわけだ。次は。比重を抜かれてしまったのだ。え？マルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今何をやっても助からんぞ。それでも助ければならんのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため、非常に徹していたのみ。生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままがよかったと悔やみながら行け。ナルトとは違う。頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。それでいい。内葉は交渉に戦うべき。さて、お前は数少ない内葉の生き残りだ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。ああ、どの道お前に残された時間は少ない。お前は生き返ってまで何を望む。柱の時代はとうに終わっている。柱間の成し得なかった国づくりを変わってやるだけだ。エントン佐野果実地。消えろ古き時代とともに。言ったはずだ、旧時代の遺物がしゃしゃるなと。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。今のは
この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。地へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たもの。そして時は急転する。辞書、決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は